僕はいつからこんなに臆病者になっていたのか、君に言われるまでは気づかないふりしていたの。幼い日々に描いた理想とはかけ離れすぎた、一番なりたくなかった大人になっていたんだ。何もできなくていいよ、ただここで息さえすれば穏やかな朝迎えて僕は幸せだと感じる。風に不安、勇気、希望。